三の舞白船おい腕だ任せとけな決めろくらえ
こうだよ。ちょっと荒っぽく。素晴らしい。
たせたな。ロープは狙った。おお、今だ。今だ。それ無駄したな。終わりだ。終わらせてやる。いいぜ、行くぞ。はっ、止まれ。軽いな。調子に乗りやがって。今楽にしてやる。今だ。いい気になるな。ここからは全力でやらせてもらう。あまって。くそ。逃がさん。燃え尽きろ。完全に消え去ってしまう。いい気になるな。転送完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。衝動は、邪魔するな。行くぞ。あれ、くそー、わけだ。
心してみよ、挽回悪化の咎め。逃がさねえぜ。余裕そんな余裕だぜ。バカにしやがって。そんな。サビマイ。くらっとけ。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女のことが確かに考えられるな。推測の域を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。や、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。